節税節約お得をテーマに配信してます。ハマです。よろしくお願いします。今回は投資にもなるんだけど、まあ、もうちょっと安全なね、お金の増やし方したいなって方に、朗報のニュースを見つけたので、ぜひそこをシェアしたいなと思ってます。ということで、今回対象になってくる方は、NISA やってるよとか、節税関連とか節約とか、そういったね、リスクの少ない方が好きっていう方、ぜひ最後までお付き合いください。兄さんみんなやってるよな。でも投資ってさ、損することがあるからそこが嫌なんだよね。はいはい、そんな声が聞こえてきそうですよね。僕自身も投資をやるまでは正直怖いです。そしてやりたくないなと思っていたタイプの人です。なのでどちらかというと、まあ都心部というか地方にあるような銀行さんの高い金利のところで、まあお金を置いとく、提供金に塩漬けみたいなのが昔々は多かったなっていう感じがします。そこで今回もですね、提供金のお話、 0.4% のお話をさせていただきたいと思ってます。はい、そちら該当になってくる銀行が青空銀行さんです。こちらの銀行に関しては過去の動画でも何度かご紹介してます。通常のね、普通口座でも 0.2% という金利なんですね。でその他ですね、まあ、女性にも人気とかこういうふうに書いてありますけれども、今回は提供金が改定されましてですね、なんと金利が 0.4% に上がりましたよというお話です。じゃあその辺条件とかね、いろいろありますので、その辺ちょっと一緒に見ていきましょう。まず提供金なんで1年とか半年とか10年とかありますよね。過去の動画でもメガバンクが金利 0.2% になったよっていう話したんですけど、その条件はなんと10年でした。10年もね、預けて 0.2% だったらコツコツ NISA で毎月1万円とか積み立てた方がリターンが絶対いいに決まっていることは、このチャンネルを見ている人皆さん気づいてますよね。なんですが、この青空銀行さんは銀行業でありながら、なんと5年ですね、メガバンクの半分5年で 0.4% を達成することができます。そして預け入れ金額に最低ラインが50万円というふうになってます。なのでせっかくね、NISA の枠はもう使い切っちゃったけど、まあ100万円余ってるなとか、50万円余ってる、まあ余ってるって言い方ちょっとおかしいかもしれないけど、まあそのね、お金を今までは提供金に預けてたよっていう人がいるのであれば、ぜひこの機会に青空銀行の 0.4 の方の提供金に預けてみてはいかがでしょうか。例えばこちらはですね、青空銀行さんのホームページ拝借してますけども、300万円預けて5年そのままほったらかしたらどれぐらいになるのかというと、ざっくりですね、約5万円ぐらいのリターンになるそうです。これに関しては皆さんご利用されているお使いの銀行さんの金利と比較すればもうおのずとね、分かってくると思います。おそらく 0.4 っていう数字で預けている方はなかなか少ないんじゃないかなという感じがします。いかがでしょうか。そしてこういった提供金に関しては、突然ね、やっぱり急に10万円必要になったとか100万円必要になったっていうこともありますよね。その場合中途解約できるのかって話なんですが、いや青空銀行さんこのプランに関しても中途解約はできます。まあ、ただね、当初 0.4 っていうふうになってたけど、途中で解約するとその辺の金利は下がってしまいますので、そこに関してはご注意。まあ、実際ね、青空銀行って聞いたって、あんま聞いたことないしな、小さい会社なんでしょ、どうせだったら大きい会社メガバンクがいいなっていうね、声も聞こえてきそうです。まあ、メガバンクのところで言うと、まあ、前回もお伝えしたように最大で 0.2 になりますし、もしねそんなブランドあんま気にしないんだっていう方であれば、 0.4 以上の銀行っていうのは実は他にもたくさんあります。こちらの過去動画でご紹介してますが、 0.45 が確かあったはずなので、気になる人はね、地方銀行に目を配ってみてはいかがでしょう。そしてこういったね、小さい銀行だったりするとリスクっていうのも考えられますよね。もしその銀行が倒産しちゃったら、いくら 0.4 とはいえ預けたものが返ってこないんだったら、よっぽどNISAした方が良かったなっていう人もいますよね。大丈夫です。安心してください。青空銀行さんは日本の銀行になってますので、ペイオフという制度があります。ペイオフって何っていう人はね、過去の動画ぜひ見ていただきたいんですけれども、ざっくり言ってしまうと、預けたお金が1000万円くらいだったら、それに関しては全部日本の政府が保証してくれるよってものです。なのでもちろんね、2000万とか3000万預けてる人は対象外になるんだけど、1000万までの枠であれば、そこは政府が保証しますというものです。まあ、どういう仕組みっていうのは過去の動画見ていただければ解説してますので、確認してください。まあ、ざっくり言うと、まあ、仮にね、あなたが3000万円持ってたとしたら、一つの銀行に3000万円預けていたとして、その銀行が潰れちゃったとした場合、手残りとして戻ってくるのは1000万ですという感じです。
なので、1000、1000、1000みたいな感じで銀行を分けた方がいいよっていう話があります。ただこれはね、金利だったり使い勝手だったり人によってちょっとね、話が変わってくるので、まあ、金額的な面のリスクで言うと、まあ、分けた方がいいんじゃないというお話です。まあ、その他ですね、まあ、5年はさすがに嫌だな。1年とかそれぐらい短い期間で預け入れる形が一番いいという人は、この青空銀行さんは普通口座で 0.2% です。なので、いつでも出し入れできる普通口座で 0.2 になってますので、まあ、特にね、生活口座として使うのであれば、青空銀行さんがおすすめです。まあ、どんなね、感じのサービスなのかというのは、青空銀行のこの過去の動画見てほしいんですけど、青空銀行がなかったとしても、まあ、近くにね、郵便局があれば、そこで引き落とすことができます。もしね、0.2 とか 0.4 なんてやってらんないと、もうちょっと欲しいと、安全でもうちょっと欲しいなっていう人は、この青空銀行さん、なんと上場してます。現在のチャートはこんな感じになっていて、配当利回りもこの数字になってます。結構高いですよね。なので、もっとリスクを取れるという人であれば、この青空銀行さんの関して言うと、株主になった方がもっと儲かるというやり方もあります。いかがだったでしょうか？こういう感じでね、今回は銀行の金利が上がってきてるって話の一つなんですね。まあ、ちょっと前ぐらいに確かメガバンクが上がったよっていう話もしたし、こういった形でね、メガバンクではなくても他の銀行もどんどん上げてくるだろうと思いますので、特にブランドにこだわらない方であればね、安全に資産をどっかに預けたいな、ちょっとでもいいから増やしたいという人は、まあ、高金利になってきてますから、そういったところに移動していくというのもいかがでしょうか。僕の動画ですね、誰でもできる節税とか節約といったお金にまつわるお話をさせていただいてます。ぜひ通勤通学とかの移動中にですね、2倍速で聞き流していただければと思いますので、ぜひチャンネル登録の方もお願いいたします。という感じで今回はおしまいです。また次の動画でお会いしましょう。